ボルボ Design Your Life。 渡辺佑と宮本彩子がお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ Design Your Life。 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェディッシュシンキングのスピリットをゲストと共に探っていきます。今日のお客様は小山田圭吾さんです。はい、どうもどうも。引き続きお願いします。小山田圭吾の趣味って困った顔になった。あのすごい、あの音楽以外の趣味がなくて、はあ、すごい困ってるんです。でもなんかイメージインドア派ですけど、いかがですか？その通りですね。もうこもってっていうか、その音楽のことをやってるか、うん、音楽のことを考えたり音楽を聴いたりとかって、その音楽に触れてない時間ってあんまないですか？まあ普通にありますけどね、まあ、ご飯食べたりとか ね、でもまあ基本そうですね、音楽以外の趣味があんまりないことが悩みですね。そうですね。年取ってくるとだんだんね、切実になってきますね。でもまあ音楽でやることがいっぱいありそうだから、まあそれはそれでとは思うんですが、本当に例えばね、散歩に行くとか、そういうレベルのことでもうあんまりそんなに外出ないんですか？散歩はしないですね。散歩はしない。わかりました。でも昔からそのファッションすごく支持されていらっしゃるので、そうそうそう、結構その洋服とかも買いに行かれてるのかなって思ったんです。洋服別に嫌いじゃないっていうか、割と好きなんですけど、買い物はあんま好きじゃなくて、どうされてるんですか？じゃ あ通販、そうなんですか？そうなんですか？ネットでポチポチ、うん、そうですか。まあね、まあそれは足りない、足りますからね。確かに足りるんですけど。そうか。通販でそういうの探したりするのは好きなんですよね。まあでもあくまでも、まあ、でネットしてる時間とかは結構、まあ多いですね。多いですか。はい、まあこれはどうしましょう。ここ話が膨らまない膨らまないポイントになってきましたよ。最近なんか免許を取られた、ちょっと小耳に挟みましたけど。そうなんですよ。じゃあ少し行動範囲が広がったんじゃないですか。でもまあ近所に近所都内東京都内からあまり出てない。しかもインドアといえばインドアっていう、まあ、確かにそうですね。まあさらに空間が狭くなります。そうですね、まあ、あのインドア感、あの空間はいいですよね。でも車のね、音楽聴くのにいいなっていう、はい、そうあのアーティストの人、ミュージシャンの人ね、結構車で まあ自分の音も含めて聴くのが好きっていう人多いですよね。楽しいですね。そうか、あの話がもういきなりここでストップしようとしてますけど。すみません。いやいや、食べることとかの興味は。好きですけどね。でもなんか言うほどこだわりもなくて。言うほどない。じゃあメニュー決めるのとか。まあ、なんか近場で。早いですか。近場でね。あの自分の好きな店があって、まあそこに行くか、まあ食べログで。近くて一番いいとこ探していくとかぐらいで、わざわざこう予約したりとか並んだりとかっていうのは全然興味なくて。そうですよね。並ばないですよね。でもすごく、うわコーネリアス並んでるとかない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 。でもなんかお友達すっごく多そうな、交友関係が広そうなイメージがあって、まあそれはね、そういうことも多いじゃないですか。いやそんなことないですよ。じゃなきゃこうやってこう音楽家たちが集まってバンドとかしないと思うんですけれども。でもまあ、あの割と似たような感じの人ばっかりなんで。ついつい友呼ぶでこんなかっこいいこと、いいですね。さらっとできてしまうのがまたおしゃれですけれど。なんとなく少ない友達の中で似たような人が集まったって感じですよ。ありがとうございます。今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザイン your life、 今日は小山田圭吾さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザイン your life。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。